ライブ開始しました。こんばんは。見て挑戦。こんばんは、こんばんは。30分ぶり、さっきひかちも出してたっけ。30分ぶりですね。こんばんは、ハートありがとう。挑戦 T シャツで。すいませんね、もうちょっと待ってください。私のファンの皆さん、七夕だ、もうすぐ7月だ。ハートありがとう。こんばんは、キラキラありがとう。さっきのお菓子食べよう。これ絶対うまい。短冊ありがとう。くるみちゃんはちょっと待ってくださいね。すいません。いますよ隣に。待って、開かないこれ。これ絶対美味しいこれ。これ取った？あげる。マジ美味しいこれ。やった。え、キャラメルだ。キャラメル好き？うん。美味しい。あとありがとう。キラキラありがとう。そう、追加でお菓子。メールね、今送りました。遅いです。ごめんなさい。そう、あのね、9時から。配信終わってくるみちゃんと練習しようよってことで30分練習してたんですよ。こちらの挑戦 T シャツで。こんばんは。それでメールを忘れてました。ことで X のせよ。じゃありがとう、キラキラ、ね、最近マジで毎日配信やばくない？ユナが毎日配信5日だよ。すごいよね。すごい。すごくない？うん、偉いでしょみんな。こんばんは。毎日ユナちゃん見れて幸せだね。偉い棒読みやめてくれ。違う、今これ頑張ってた。いや分かってるよ、分かってるけど、毎日ユナちゃん見れて幸せ。って言ってくれるんで、くるみちゃんは別に直接毎日会えるからね。配信しなくても。ハートがうまく書けない。やだ、何してんの？ハート書いてるの頑張って。ストーリー、えらい、さすが。マジでくるみちゃんストーリーかわいいよね。てかインスタかわいい。嬉しい。無視できない。え、でもニューイジャーの写真めっちゃ可愛かった。俺別に特に何もしてない。マネージャーさんが撮ってくれた写真をそのままあげただけ。ゆうちゃん可愛かったよ。本当？ありがとう。でもさ、前髪気にしてないよね当時。めっちゃ前髪、いや、ゆうちゃん気にしてたけどね。え、前髪めっちゃボソボソだったあれ。ニューエイジャーの写真あげようと思ってなんか探しまくったら、もう全部前髪ぐっちゃぐちゃで、奇跡的に前髪が整ってた1枚。だってさ、メイクさんがわざわざ来てさ、前髪、ユーナの前髪直せるとか今じゃありえなくない？前髪直されるほど汚くなること絶対ないもん。ハートありがとう、かわいい、ありがとう。こんばんは。あ、くるみちゃんとさ、対戦して反則負けした時に追った人がいるよ。あらば。
せっかくね、多分立たせてあげようと思ったけど、ただの自爆されたっていう。すいません、先ほどはすみません、本当に。ごめんなさい。面白すぎる。2と8をめちゃくちゃ残しました。でも同じことしてたよね。くるみちゃんはちょっと待ってください。あと20分しかないよ。すいません。今37分だよ。もうちょっと、今、ちょっとごめんなさい。SNS も10時まで。うん、いや、そうなんだ。それは大変だ。ちゃんとスクショしてましたって、反則も消した時。え、恥ずかしい。晒さないであげてください。晒さないでください。え、怖い。なんか顔、ゆうちゃんの顔ちょっと見て、ちょっとみんなにこれ見せていい？これさ、このストーリーをあげたいと思ってさ、やったんだけどさ、これさ、私のさ、どこにゆめちゃんの顔ついてるんだけど、あげるのも遅い。私全部遅くなるの。全部遅いよね、うん、メールとかたまに1時間かけてくる、うん、びっくりしちゃう。私文章書くの早い方だからすぐ終わる、うん、なんでなんでよし、すいません、お待たせしました。本当に本当に本当にお待たせしました、うん、うん、ねえ、何のこと？お待たせしました。これ食べていいの？え、いいよ、食べて食べて。 あ、これまだ残ってるよ。お待たせしました、皆様、 YouTube 見てくださってありがとうございました。これ何、鹿？今日はインスタと鹿おるよ。ギフトに。ほら、何これ、鹿じゃないね。うま？何やろこれ。今日はインスタとストーリーとツイッターを更新したので皆さん全部見てください。よろしくお願いします。え、可愛かった。インスタ一番最後にね、くるみちゃんの可愛い写真があるからね。え、あったよね、インスタ。あ、載せた。ちゃんと最後までね。そうそう、最後まで、ね、見てくださいね。ゆねちゃんも見てくれたから、ちゃんとその場でいたので私は、うん、いつも絶対見てくれてないから、ゆねちゃんが今日見てくれたから見てる。皆さん見てください。見てる。でも過去の投稿か遡ってさ、今日、え、これかわいいとかって今日言ってた。いや、そういうことがあるかもしれんけど、みんなの過去の投稿ね、うん、ちょっと見てみてもいいし。神崎、うん、ありがとう。わしだって、わし？わしって鳥？うん、わし？絶対鹿に見えたんだけど。あとありがとう。あ、牛ね。ありがとう、アイス。え、もう夏だね。YouTube ありがとうございました。ありがとうございました。今日は挑戦 T シャツ、挑戦 T シャツ、あ、これ下がんない。だだん、コンサートコンサートいいね。今日さ、今日さ、何で笑ったっけ。めっちゃ笑ったよね。なんだっけ、なんかめっちゃ笑ったじゃん。あ、違う、くるみちゃんが暑いから気をつけてねって言ってくれたものを、ゆうのが食べるときに、いや暑くないよって言ってバッって言ったらめっちゃ笑ってそれだっけ。それでめっちゃ笑った。今日なんかめっちゃ笑った。めっちゃ笑ってなっちゃって、くるみちゃんからちゃんと気をつけてねって言われたのにそれか。それでめっちゃ笑ったんだよね。それが3回くらいあったよね今日、うん、気をつけてねって言ってくれたのに、大丈夫大丈夫って言ってかぶりついてパニックになるっていう。大変大変とか言われるし、こんばんは。いや、なんか私が猫舌だから、そうそうそう、すごいなんか警戒心 100% で食べてたんですよ、うんうんうん、
でもゆぬちゃんは多分猫舌じゃないから、でもちょっと猫舌、くるみちゃんほどじゃない、うん、だから、うん、なんかあ、いけるいけるみたいな感じで食べてたの。いや、なんか案の定引っかかってて爆笑してたの。そう、人の注意何も聞かないからちょっと何回気をつけてね、これも暑いよって言ってくれるよね、うん、めっちゃ暑かったもん、暑かったね、うん、こんばんは短冊、え、七夕、え、七夕、え、七夕って何食べれる日、七夕ゼリーでしょ、なんでた、そうめんだ、そうめんなの、いや、なんかそうめん食べない、そうめん流ししたくない、流しそうめんでしょそうめん流しって言うんかなでも実際そうめん流しじゃん、流しそうめん分かんない、私の地域は流しそうめんだった、いや、私の地域も流しそうめんあ、そっかどの T シャツ、挑戦 T シャツ流しそうめんの季節なんだ、七夕って、いや、わかんないけど、なんか流しそうめんに、うん、なんかさ、給食じゃないや、なんかさ、うん、ハムとか卵をさ、星形とかにくりぬかなかった、初めて聞いた、え、嘘、こんばんは、わかんない、え、なんかさ、なんかそうめんの中にさ、たまにピンクのそうめん入ったやん、テンションから、うん、なるほどね、色ついたやつ、うん、ありがとう、あわ、会いたい、ありがとう、横はくるみがいます、イエーイ、イエーイ、これ食べちゃう、食べて、本しかない、どうでよ、いただきます、あれさ、最初、え、あれってさ、味一緒だよね、そうめん、味ついても、色ついても、こんばんは、一つは違う味と思うよった、違う味のもあるのかな、ゆねちゃんが食べ物の話ばかりだね、だって言うて、くるみちゃんも変わらんけん、実はそんなことないけどここ二人とも8割くさ、食べ物の話しかしてない、ほんと、うん、え、って会うたびさ、毎日、え、ここ美味しそう、行きたいっていうのが毎日増えていかん、あー、でもなんかいざ行くってなったらどこ行くってなって、ね、決まらない、決まらなくなる、で、いつも行きようとこばっかりになるよね、うん、でも今日はいいお店見つけた、ね、分かる、夜ご飯食べたんですけど、まだ秘密にしとこう、うん、秘密にしとく、秘密にしとこう、美味しかったよね、うん、短冊ありがとう、あとありがとう、あわ、ありがとう、ね、これ行きつけなくない、あんまないよね、うん、何、マックぐらいじゃない、行きつけ、私たちの行きつけたまにね、一緒に公園出た時とか行った、ゆうねがやばい、マックかもって言い出すよね、マック行く時はだいたいゆうねちゃんの誘いで行くから、うん、そう、だいたいやばい、今日マックかも食べたいかもって一番行くとこマックじゃない、行くとこってか、なんか行った回数は、うん、行きつけマックね、うん、あとなんだろうね、でもバラバラかも、うん、スタバ一緒に行ったことなくない？いかんくない？買って行くはあるけど、スタバの店内なくない？買ったことない気がする、うん、え、あるっけ？ないかもスタバないよね、一緒に行ったことない、いや、黒のやつ飲んだ、一緒にハロウィンの、え？いや、飲んでないんけ、え？飲んでないよ、私あれ誰と飲んだんだろう誰と飲んだの、私飲んでない、黒の、だ絶対私飲まないじゃん、そういうの、え、そ、私誰と飲んだんだろう、私まずスタバのフラッペあんま飲まないもん、こんばんは、ね、意外だね、何がスタバ行ってないのね、なんかめっちゃ行ってそうじゃない、うん、あとどこあるっけ、もう覚えてないや、そのなんか行きつけ的なんがないから、ないね、でも行きたい候補はめっちゃある、めっちゃ美味しいとこは覚えてる、え、わかる、なんかまた行こうねっていうところも何個かあるよね、うん、ほうじ茶飲んだ、美味しい、あれ飲んだな、そう、美味しい、もう2回飲んだ、飲もうと思ってタイミング逃して飲んでない、美味しい、でも甘い、結構そうなんだ、うん、そうです、今はゆうくんで大富豪のイベントに参加してます、ね、
焼肉今6位らしいです。え、焼肉、焼肉除外です。焼肉圏外です。焼肉皆さんぜひ、なんかそのねイベントになんかファンの方の分の豪華景品もあるみたいなので、はい、もちろん私たちだけじゃなくて、うん、あの皆さんの分もあるので、ぜひそう皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ユークロをいっぱい知ってくださいね。ユークロでお仕事したいよね。ね、一回あったよね映画、めっちゃ初期。うん、あった。めっちゃ初期一緒に映画見に行った、あのお仕事でね。プライベートで行かず、プライベートでも行ったけどね。行ったけど、あのお仕事で。そう、懐かしい。2人ともたまたま知るのは好きで。え、そうなんですけどね、懐かしい。そういうくれでね、2じゃないよもしたよね。したあの2じゃないよが決まった日 の, あの テンション爆上がりの日の写真があるの。あるの。あるよ、私持ってる。でもいつ撮っとく。帰り撮って。あ、そうだったっけ。そう、でもいつ出そうかめっちゃ迷ってる。めっちゃね、もうねマスクしてるの2人とも、うん、でもなんかマスク越しからも、あ、幸せそうだなって、うん、めっちゃ伝わる写真を持ってる。送ったやつ LINE に送ったやつ、うん、撮ったわ。何したい、ユークルでお仕事もらおうよ。ユークルでお仕事もらえるとしたら何がある、何がある。チーム違うからね。なんかチーム内で一緒のユニットとかあれだもん、なかなかね、できないもんね。ないもんね。いや、マジでオオカミとプライド、え、やりたい。ジェーンズずっと言ってる2人でね。実はね、実はずっと言ってる、実はずっと言ってるよね。制服グラビアやろう。私、ごめん、私もうすぐ23。切れる切れる切れる、23。切れる切れる、余裕。ちゃんはいいかもしれんよ。余裕だよ、元気で。ゆみちゃん余裕だよ。23。余裕だよ。実はここ6個差あるっていうことで、本人含め忘れてる。本人含めて6個差あることを忘れてるよね。うん、そう。余裕だよ、全然。だって同い年だから。そう、マジで同世代と思って喋っちゃうもん。ユークル水面下ではいつ結成したの。でもなんか私の記憶だと、うん、あの別に初めはそんなしゃ、なんていうの、そんなにね、そう、なんか普通に同期って感じ。くるみちゃんが心開かない。私遅いからね。私遅いからさ、うん、だからなんかあのあれなんだけど、あの自主練を一緒にするようになってから、確かになんか一緒にいるようになった気もしないでもない。でもないけど、なんでこんな仲良くなったんだろう。わかんない、ね、絶対交わらん二人じゃない。そんなことないんかい。いや、その意外と似てる。 SKE に入んなかったら絶対に友達になることはなくない？この年の差はで始末。私気が違うかったら絶対関わんなそうな、本当にね、わかるって言って終わりそうな感じ。え、なんかゆうなが先輩でくるみちゃんが後輩だったら仲良くなりそうだけど、うん、くるみちゃんが先輩でゆうなが後輩だったら絶対仲良くならないと思う。どういうこと、どういうこと。あ、逆、こっちが後輩、先輩、先輩だったら絶対仲良くならなくない？なんかそう、同期じゃなかったら多分ないと思う。うん、あ、なんでこんな仲良くなったんだろう、わかんない。てか同期みんな仲いいんだよね、地域が、うん、でもなんかその6人で仲良くても6人の中で分かれてる、うんうんうん、さらに仲いいみたいな、うん、もう仲いいね、仲良しです。ユニバも行ったよね。楽しかったな。なんかね、めっちゃ食べた記憶ある。何時にユニバ行ったの。なんかね、めっちゃ食べた記憶ある、うん、めっちゃ食べてない、うん、チュロス美味しかったよね、うんうん、あと何や、何、なんか別にこれってないよね、うん、なんかご飯行くの回数がめっちゃ多いし、私の先輩への誕生日プレゼントいつも選んでもらうし一緒に選びくんの、一緒に選びに行って、うん、これどう思うって聞くし、ありがとう、あま、またありがとう。
二窓したら同じ服、同じ色の服はロタ。違うよね、挑戦です。まあオレンジ、いつもオレンジ。本当だね、いつもオレンジ。すごい、結構しっかりオレンジ徹底したい。スキーだね。そうだよ、やっぱりスキー好きだからね。ありがとう。ありがとう。シャボン玉もありがとう。マジでこの字綺麗だよね。アヤメロさんでしょ。マジですごい、すごすぎる。もうプリントス、あ、プリントとコンピューターと思った。そう思った思った。綺麗すぎて。そう、チーム違うと会うこと減るって思うけどさ、うん、合ってるよね。合ってる。3日に1回は合ってる。合ってるよ。なんで合ってるんだろうって。わかる。なんかすれ違いもある。あ、ヤッホーってなって10秒ぐらい喋って終わりもある。でも仕事終わりに会っちゃうとマジで長引くよね。うん、1時間も帰んなくなるよね。うん、何が合うんだろう。お菓子との需要と共有の関係は合うけど、お菓子の需要と共有の関係、あ、お菓子、好きなお菓子を共有する関係。私は教えてもらう側だから。うん。あれだよね。私あれ毎日あれ食べてる。最近トーク会でもらってきたあのハワイのクッキーの第4号サイズ。大きい、そのまま、そう、大きい袋のまま持って帰ってくる。マジ美味しい。あれ毎日食べてる。あれをなんかどんどん太っていく。朝起きてもすぐあれ。朝一番にあれなんだ。うん、うん、最悪。でもあのクッキー美味しい。美味しいよね、ザクザク感が。そう、ホノルルクッキーめっちゃ美味しい。パイナップルの形のね。そう、こんばんは。あと5分でくるみちゃんは10時だよね、くるみちゃん。どんどん太っていく。大丈夫よ。そうそう、朝一は許されるからね。わかる、わかる。だけど朝起きてすぐ食べる。なんか夜食べるより朝食べた方がなんか胃が重くなる。なんていうの、食べれない朝の方が量苦しくなる。わかるわかる。さすがにその感覚は言うのでも思ってる。もうありがとう。でも朝って何食べてもゼロカロリー。うん、でも昼まではいいかも。その後踊ればゼロカロリー。私は、うん、まあ動けば、うんうん、大丈夫大丈夫。台風はね、頑張ろうね、頑張ろう。でもなんかやっぱりまだ反則負けしちゃうし、都落ちするし。、うん、自分の100位以内にも入れん、やっても、うん、何回やっても入れないっていう。そう、頑張りましょう。確かに、ありがとう。今の私の目標は自分の100位以内に上位に行くことなので、私に負けないようにみんな頑張って。はい、皆さんよろしくお願いします。初中見舞いって終わった？もう初中見舞いも終わったのか。チェキが始まるのか。次何だし、大富豪。あ、そうね。あれ違うっけ。初中見舞い終わったんだ。チェキ始まる？でもそう思わない？今日も寝る前やるかも。大富豪何回か寝る前、ね、チェキ当たるの始まったって、ね、ありがとう、教えてくれて、ね、そうだね、みんなゲットしてね。ゲットしてね。よろしくお願いします。ありがとう、短冊。ほのぼの YouTube も見てくださってありがとうございました。楽しかった、 YouTube。 うん、さやさんとラブリンさんと一緒で楽しかったよね。うん、楽しかった。めっちゃほのぼのしてた。なんかね、空気が平和だった。私家みたいにしてた。お菓子も食べてね、最高。すいません、7月末までだからね。そう、いっぱい長いことあるからね。楽しんでやりましょう。楽しんでやりましょう。お菓子配信、半分お菓子食べてた。わかる、美味しかった。お菓子、半分お菓子食べてた。会いたい、ありがとう。本当ありがとう。7月の目標は何かな、何ですか。
福岡のゼップツアーを楽しむこと。東京もですけど、まあ、福岡は地元なんで。そうですね、凱旋ですもんね。超楽しみね。私はそうですね、やっぱり健康第一で誰なの流行ってるのでね。嘘ね、はい、間違いない。私最近アルバンを毎日飲むようにしてんの。おお、私も毎日飲んでます。最近私風邪ひくこと多かったじゃん、うん、だからもうちょっとくらいかと思って、おアルバンを飲んでます。おお、いい心がけだと思います。はい、はい、ぜひ皆さんも真似してください。4日公演あるので、はい、今回こそは。はい、他何がありますかね。やっぱ手洗いがいと歯磨き私より今歯磨きって手洗いがいと手洗いがいと手洗いがいと健康的なお洗濯お洗濯着た服は洗う着た…なんて外に出た服は洗う。あ、そう、洗ってください。全部洗ってください。毎日毎日毎日洗濯、はい、よろしくお願いします。歯磨きも大事よね。歯磨きも大事。歯から健康に。歯から健康、はい、歯が虫歯になったら美味しいものが食べれなくなる、うん、食欲が失せる。ダメじゃない。免疫力が下がる。ダメですね。歯磨きも大事。サラダとかもね、食べましょう。ね、そうだね、はい、サラダ食べなきゃね。サラダ食べましょう。トマト大好き私。あ、ご飯とかも食べなきゃいけないですね。白ご飯ね、大事大事です。出た時にはお菓子も、お菓子も大事です。暑いのでアイスも大事。わかる、アイス食べたい。たまにはかき氷も大事ね。食べたいね、食べ行きたいね、はい、かき氷。かき氷食べたい。まあ確かに睡眠大事、マジで。睡眠ね、睡眠とろ、マジで早寝早起き。7月は健康に心がけて皆さんも頑張りましょう。頑張りましょう。なんかさ、こんなこと言ってたら風邪ひきそうだよね。そうだよ、いかんいかんいかん、あんまり言うとこ、いかんやばい、あと1分。でも最近超体調元気、今ここ最近元気。ちょっと順位少ししとく。いや、よ、いける。皆さん、1位さっちゃん、今日も1日お疲れ様でした。7月も和弘さん、3位ヒロさん、4位 M さん7月もごめん、ちょっと一緒になっちゃったけど、5位としかずくん、6位群馬のたーちゃん、7位なべちゃさん、8位さわっちさん、9位パンダくん、ね、余裕を持って、10位ロットシフトさん、11位ハルさん、12位エイジさん、13位チュンさん、ごめんなさいバタバタの。皆さんよろしくお願いします。急に2人とも忘れられないんだけど、やめました、ごめんなさい、バタバタで終わっちゃってね。皆さんおやすみなさい、ありがとうございます。バイバイ、ありがとう、見に来てくれて。大富豪頑張ろうね、ゆっくりと楽しみましょう。またね、おやすみ、おやすみ、おやすみ、バイバイ。音、うん、じゃあ